Thank you.
好天に恵まれました東京ヤクルトスワローズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。バッターは7番に入っている坂本、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何で来るか、緩いボール決まりました。空振りになります。ノーボールツーストライクです。次が3球目、変化球空振り。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ、得点圏にランナーを置いています。とにかく1点ずつでも返していけば、また展開も変わってくると思いますよ。なるほど、そうですね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。外の低め見極めます。空振り三振。さあ、そして打席には坂本が入ります。さあ、ここは追い上げておきたい場面。まだ中盤ですから1点ずつでも返して、引っ張った、ビアヌエバ、2塁アウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。さあ、スワローズ得点圏にランナーを置いています。ここで追い上げていけるかどうかで試合の行方が変わりますから、大事な場面だと思いますよ。なるほど、そうですね。さあ、このチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには坂本が入っています。ファウルです。振り遅れてますね。そうですね、低め外れています。セカンドランナーサードでパスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。スワローズ1点返しました。6対3、さらに三塁二塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。このままでは終わりたくないですからね。ここで得点が入りました。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。
よく晴れた天気になりました。神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何で？さあ、そしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですね。レフトを持っていった、伸びる伸びる、レフト見送った、坂本同点スリーランホームラン。白球高々と舞い上がり、神宮球場のスタンドに消えていきました。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。見事な一発が飛び出しました。試合を振り出しに戻しました。さあ、ここで同点となるホームランが飛び出しました。いや、本当にいいところで打ってくれましたよね。ここで同点、3点差を追いつきました。さあ、一塁に勝ち越しのランナーを置いています。バッターは坂本。ここはエンドランが面白いかもしれませんね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。高め空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。引っ張った、取った、送球する、アウト、ツーアウト。西さん、まだ3回ありますので1点でも多く返しておきたいところですよね。いや、もちろんですね。この辺でね、弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。踏ん張りに期待しましょう。低め、3球目は何で来るか。タイミングややずれています。ワンボールツーストライクです。振っていきましたが三振。バッターボックス坂本、今日はホームランを放っています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返す。打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか好天に恵まれました神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、
バッターは7番に入っている坂本。則本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。キャッチャーが前に出る。ファウルになります。内へのボール外れました。インコース低めの球、ワンボールツーストライクです。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。見送っています。ボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後はこれから4回、坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。スワローズリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんから、しっかり先頭から出塁していきたいですね。打ちました。ここはフライになっています。上がりすぎました。辰巳抑えてワンアウト。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには坂本。ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。打ちました。取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁転送。アウト。バッターは7番坂本。スワローズこの回1点を入れています。さあ、3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。センターへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン。スワローズ追加点、6対2になりました。リードを4点に広げました。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を広げます。ここで得点しておけば相手は苦しくなりますからね。積極的にいってもらいたいですね。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点となりそうです。ヤクルトスワローズが見事勝利を収めました。